コドックコドックとはディーゼルエンジンとガスタービンエンジンを組み合わせた推進方式のこと。主に幹線で使用される。コドックは低速、巡航時はディーゼルエンジンにより走行を行い、高速走行時にはガスタービンエンジンに切り替える方式。これにより航続距離と加速、高速性との両立を図る方式。似た方式にコダグがある。これは低速、 巡航時はディーゼルエンジンを用い、高速走行時にはガスタービンエンジンを併用するものである。しかしながら低速向きのディーゼルエンジンと高速向きのガスタービンエンジンは回転特性が違いすぎるため、両者を結合するギアボックスの製造が困難である。その問題を回避するため、コドックのようなエンジンを切り替える方式が採用された。特性として低速、巡行時には ガスタービンエンジンが高速走行時にはディーゼルエンジンがデッドウェイトになってしまうデメリットがある。しかしながらガスタービンエンジンは軽量であるため低速時のデッドウェイトはさほど大きなものではない。またオールガスタービンの感染においては軽量に過ぎることがかえって問題となり転覆防止のためにあえてバラストを積載することも行われる。その意味でもデッドウェイトの問題は さほど大きくはないとする見解もある。海上自衛隊での本方式の主な採用例は以下の通りである。ありがとうございます。